今日レッスンだったの。あし、戻った。日曜日の公演当たったけど、いうのなんでるかわかんない。これ戻ったことは仕事戻ります。いってらっしゃい。昨日ユナに夢にユナくん出てきた。それはね、お話しか来てってこと。ゆーちゃんハートありがとう。ゆーちゃんのやっぱりもう豆届いてないよ。なんかもう豆がほんまに届いてないみたいな。もう豆は届きました。かわいいゆーちゃんの顔が見られたらすいませんがね。まずおやすみ。おやすみ、こんばんは。全然楽マッチを書いてそうでよかった。ありがとう。北京パーソンサラさんありがとうございます。話しか追加するか迷い中。迷い込んだら出口はないけど、文句はゆいなさんです。迷わないでください。ゆなくん、あら、顔に字入れました。本当にありがとう。こんばんは。前も来てくれたの覚えてるよ。こんばんは。お話し会発申し込みありがとう。ドキドキ。2時では完売。ほんまに完売したいです。じゃないと部数追分ならないからね。と今全日って5枚ずつ応募して。わあ、ありがとう。ありがとうね。かわいい、ありがとう。今日も来たぜ。ありがとう。何かゆなくんとトークイベントしている謎の、あれじゃない、ゆなが声褒めたことあるから関係ないか。日曜日のゆるくん決まりか。本当に、さらに追加してくれるの。嬉しすぎる。ヘッダー書いたのまだ見てない。ごめん。今日は朝から晩までレッスンだったので。東君あなたもありがとう。聞いて、今日さ、ドリンク持って歩いてたらさ、風で帽子が飛んじゃいそうになってドリンクこぼれたの。バーってなってて、アホ。ツイッターヘッダー変更も完了しました。ありがとう。東くんハートありがとうね。こんばんは。ただゆのは明日テストという危機でございます。私も同じく参加しようかずっと待って。来てほしい。帽子を失わずになんとか無事で、はい、昨日見せてた野球帽。東くんハートありがとう。こんばんは。ミヤナのドリンクこぼす姿を想像したら思わず笑ってしまう。笑うんじゃない。東くんかわいい、ありがとう。なっちゅんちゅん、こたつでみかありがとうございます。髪型ポニテめっちゃあるやん、現実的。よしかわいさまありがとう。今日レポート発表って頑張ったからお疲れ様。こんばんは。そうなの、頑張ろう。やっほー、話しか言っていけちゃう。本当に嬉しい。こんばんは。もしかや当選しますよね。だね、しますように。なっちゅんちゅん、ペンライトありがとう。ツイッターの認定紙新しくした。お、ありがとう。綺麗になったよね。本当に綺麗な、
ゆななに会いに行きたくないですか？ゆなの話がモチベです。嬉しい。髪型はラブレターにボブナの日だけ送りました。いやな、こんばんこんばんは。本当に改正バージョン保存できなかった？改定じゃないやつは保存できたのかな。そう、明日の昼までなの。もう今プンしかしないで、もう一回さ送ってくれない？こんばんは、ごめんね。最近アイドルおでこ出すの流行ってる。そうなの？なんで？か、保存できた。なんでだろう。はじめまして、はじめまして。そうなんです、ツイッターのフォロワーさんもうすぐ1万2000人なのです。あの試験申し込みしまして、ありがとう、ありがとう、もろこし、ありがとう、ガリコン、ありがとう、ありがちゅう、これがとう。あの試験も、本当に嬉しい。今日ね、ここ怪我してるって言ってたでしょ。またさ、なんかぶつけちゃって、また傷深めちゃったの。ピキンパさん、だるまさん、ありがとう。ケイトさん、ずっとデコ出してなかったっけ。こんばんは。いや、ほんとドジっ子やな、なんか。ほんま、ちょっと。なんかドジっ子とかさ、可愛いレベルで言ってらんないのよね。ドリンクもこぼしそうになるし、もう困っちゃう。今夜お眠りで、もう先にお寝、寝てもいい？おやすみなさい。こんばんは、主権さん。なんか画像でゼロってやつは保存できなくて、1とかって書かれてるやつは保存でき、なんなんやろその違いは。かわいい、ありがとう。あんなね、ドッキリ仕掛けられてない限りは何に落ちない気がするけど、まあ、たまにあの溝とかありますからね、道端の。どこかいっぱい話したい、初めてのお話できる、うれしい。完璧な子はちょっと苦手。やったやった、そう言ってくれて、ゆな嬉しい。かくさん、かわいい、ありがとうございます。なっつんつん、ペンライトありがとう。こんばんは、ワン、ここ掘れ、ワンワン、こんばんは。おっちょこちょいのところも師匠に似てる。本当に私からしたら師匠はもうあの完璧パンプキンな方だったのですが、まっちゅんちゅん、かわいい、ありがとう。 TikTok かわいかった、本当に。ああ、そうなんよ、残念。ゆいちゃん、ハートありがとう。雪がやばい？こんばんは。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫猫。アイドルのドジっ子最強説、やった。ねちゃん、こんばんは。久しぶり。完璧パンプキン。スパーク松竹くん、ハートありがとう。まいちゅんもだるまさんありがとう。おててがかわいい。
クリームパンナちゃん、わなしかゆなくん追加してありがとうね。おゆな、いつもたくさん嬉しいよ。スパークシュチクハートありがとう。ゆななの声聞きながらうとうとしちゃってる。寝ちゃダメだよ。パークシャイチくん、こっちすずみかありがとう。わなしかもつかみしたよ、嬉しい。今日は冷え性大丈夫。さすがに多分一日中踊ってたから体はちょっとポカポカしてますね。けど考えたらクールダウンしてないわ。後でしなきゃ。前回買いすぎたの生かしてちょびちょび。いっぱい話して嬉しかったよ。こんばんは。タックハートありがとう。の寝るおやすみなさい。みんな前回よりも少なくなっちゃうの？こんばんは、ねちゅ。27枚目シングル選抜の投票権もついてるんだけどな。ピロピロスターさん、ハートありがとうございます。こんばんは、ピューピューラー。シレイ申し込みありがとう。投票めちゃくちゃ大事。気づいたら前回の分こうやって親に怒られてる。未来見てるから大丈夫。優しい優しい。今日もご機嫌いい。ご機嫌いい。もうクタクタ。なっちゃんちゃん、お星さまありがとうございます。たくさん貼って話ができなくなったらゆなの話聞くでも OK ですか？もちろん、いっぱい話したいことあるからね。ゆな、日曜日の昼公演行くよ。本当に？とりあえずコスプレ着て。はい、かわいい、ありがとう。今日のユナも可愛いです、ありがとう。さとみちゃん、ハートありがとう。また来てくれたの、ありがとう。愛しいやもん、愛しいやもん。こんばんは、ゆうきにゃんにゃん、ハートありがとう。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫、猫ちょっとちょっとあっち行って。にゃんにゃん猫、にゃんにゃん猫、猫ちょっとちょっとこっち来て。ほやん、
420日連続配信か。80日が500日か。やばいね、お眠っちゃダメなの、今から勉強しなきゃ。はしーさん、ハートありがとう。今日も可愛いね、ハートに。なっちゃんちゃん、どうしますか？アバター買いますか？こんばんは。頑張る、ありがとう。ちゃんと寝れてる、ありがとうね、優しい。猫のアバターを商品化？わあ、久しぶりのアバターだ。おはやかわ、こんばんちゃん。おはやかわ、こんばんちゃん。ナッピを勉強できる。書きタイム、書きタイム。書き、書きタイム、書きタイム。姉ちゃん、こんばんは、こんばんは。商品化するの？本当に。カラカラは配信もありがとう。ねえ、このアバター、確かに言うのも欲しいな。なんかぬいぐるみ欲しい。なんかね、昔ね、裁縫でね、お人形さんみたいな作る本があって、なんかママが昔それ見て作ってて、その本があって、言うのもお人形さん、ママと作ったことあったな。そのお人形さんみたいな感じ作れるかもしれない。チンテールもやるよ。僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎて凝視する。なんで二つに結んだの。ニナッピが一番可愛い。本当に思ってるの？本当のこと言いなさい。ツインテールの部解体。あ、お腹鳴った。ラブレター？今届いた？今日の分？あざと可愛い。見事に釣られました。一気にイエイエイエイ。
か空いてない。これからルーム来れる、たくさん来れる。本当ですか、嬉しい。みんなからの一番をもらえて嬉しい。2月は楽しみがいっぱい。音聞こえない？ねっくんはまた社員化計画を話し会で話しますね。ありがとう、雪にゃんだるまさん、ありがとう。こんばんは。一緒にもうね、おやすみ。ダメだダメだ、テスト勉強起きろー。こんばんは。アイボンでもして目をシャッキンとさせたいと思います。こんばんは。最近ユナナのショールームを楽しみ、一日頑張って。そんなん言われたら泣けちゃう。もっともっと頑張るからね。久しぶりに来てありがとうね。ピロピロしたんさん、ハートありがとうございます。こんばんは。最近押し始めましたってことはピオラさん、ほんとだ。早川ゆの推しって書いてくれて、パリ野郎くん、ピオラ歓迎会、パチ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 。話し会待ってるね。すごっ。ポスター作ってくれてる、新聞みたいな。ツイッター、すごい、ありがとうございます。こんばんは、嬉しい。最近ピヨコに左足つかりかけ、ずっと前からやってるよそれ、覚えてるからね。ゆなくん昨日初めてママも返信して、わあありがとう。 AR トーク会行きたい、来てほしい。前もなんか夜な夜な考える。そうだよ、夜なのの記憶力なめちゃいけんぜよ。覚えてますよ。23日やる子屋だったんで、いやなんでてくれるといいな。うん、こんばんは。その記憶力できっと試験もいけるって。優しい、ありがとう。ゆななん、こんばん、こんばんは。僕も初めまして知ってます、ありがとう。また待ってるからね。ちょっとゆなっぴを見つめたい。見つめられたらプレッシャープレッシャー、愛になれてないから。23当たったの、おめでとう。まっちゃん、形でみかん、ありがとう。話しか追加申し込みして、わあ嬉しい。うん、言わなくていいよ、はじめましてって。だって何日もショールームで貼ってるからね。ゆななん超絶聞きまじかわよそだって。ありがとう、今日は黒ニット。おひさから、じゃあランキングから読みますね。今日の13位はゆうくん、ラビとキツネとカワウソさん、初めて見たの、ありがとうございます。
ジョニオガーリックジュニアさん、いつもコメントありがとね。11話しんけんくん、また来てくれてありがとう。11位トリアジさん、いつもありがとうございます。9位水野のちゃん、今日も見てくれてありがとう。8位はコロコロマン、キラちゃんって呼んだよありがとうカラカラマン。7位カッサンだ、ありがとうカッサン、昨日ブリブリ。6位はスパークシュウジくん、いつもありがとう、はじめまして言わなくていいからね。5位は東太郎、東太郎だ、久しぶりだね、ありがとう。4位はあつくん、あんまり呼んだことない気がする。あつくんありがとう。ちょっと待ってね、3位から。3位はサナちゃん、久しぶりに帰ってきする名前、ありがとうサナタン。2位はゆうちゃん、ゆうちゃんありがとう。みんなのためにそんなギリギリのラインをありがとう。ゆなくんの記憶力舐めたらあかんじゃって書いてくれてるゆうちゃん、ありがとう。そして入る1位はなっちゅんちゅんでした。2日連続だよなっちゅんちゅん、ありがとう、感謝。ありがとうね、なっちゅんちゅん。ここにユナを思い浮かべてるの。今日のためもっと長い時間配信したかったんだけど、ごめんね、ありがとね。何か緊張する、本当に。ママさんの一言、ニナくんが寝るまで僕も寝ません、優しいね話しか2点まで考えてるけど追加するね、ありがとう。頑張って頑張って完売をたくさん増やして追分になるように。追分になって夜増えたらブースが、またセクシーユナナも考えていきたいと思いますので、夜はちょっと大人ユナナの新しく服装追加しようかなって思ってて、それにも期待しててください。まあ、まずは今ある部数を完売目標ですけどね。お疲れ様です。ありがとう。最後にスクショタイム。配信ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとうございました。名前呼べなかった方もごめんなさい。お話し会の申し込み、お話し会の申し込みがね、明日の12時までとなっておりますので、5枚追加またしてくれたの、ありがとう。よければよろしくお願いします。配信ありがとう、こちらこそありがとう。じゃあね、おやすみ。勉強頑張るね、ありがとう。